今年は12月28日に開幕した冬の高校日本一を決める第100回全国高校サッカー選手権。伝統と歴史を積み重ね、記念すべき第100回目を迎えた高校生たちの熱い戦いは、開幕戦、準決勝、決勝の計4試合が国立競技場で行われることとなっています。これまで、小袋や生き物係など、数々の有名アーティストたちが、歌でサッカーにかける選手たちの夢や、情熱を後押ししてきており、今回は、森山直太朗さんの作詞、作曲で、上白石萌音さんが歌う、スペシャルコラボ曲、懐かしい未来、となっています。森山さんは、2002年のメジャーデビュー以来、常にリリースとライブ活動を展開し続けており、サッカー好きとしても知られています。また、上白石さんは、女優として、2014年に日本アカデミー賞、新人俳優賞など受賞。数々の映画やドラマに出演するほか、歌手としても活動しています。高校サッカーに熱い思いを抱き続ける森山さんは、一つの限られた季節を駆け抜ける若者たちの刹那と、その背中にいつかの自分を照らし合わせ、見守る人々の思いを書いた作品です。100回という歴史を表現するに値する音楽に出会えたと信じています、とコメント。レコーディング前には森山さんの発案で、高校生がプレイする映像に曲を載せた約4分の動画を作成。これには上白石さんもお風呂で見て号泣してしまって、みんな本当にこの一瞬にかけてるということに心を揺さぶられましたと気持ちを込めて歌い切ったそうです。歌詞の中には、きっと終わりじゃない、君は一人じゃない、といった、くじけそうになった時に、救い上げてくれる言葉がたくさんあり、お守りになるのではないかと思います、と語っていた上白石さん。これには森山さんは、あの国立競技場に、彼女のまっすぐ包み込むような声で、この歌が響き渡ることを想像すると、ほとばしる気持ちを抑えることができません、と期待に胸を膨らませていたそうです。この二人の楽曲、懐かしい未来は、2022年1月1日に配信リリースされることとなっており、ジャケットデザインも、夢に向かって頑張る人々を応援する、懐かしい未来プロジェクトの一つとして、イラストレーターやデザイナーを夢見る人に向けて公募していました。この曲のミュージックビデオが YouTube で公開されると、瞬く間に日本や海外へその人気が広まっており、透明感のある歌声や夢を追いかける高校生をイメージした歌詞に称賛の声が相次いでいました。なお、大会の決勝戦は来年1月10日の予定となっています。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。